乗りがあるので、また冬服の出番ですよ。お天気でした。そしてご報告があります。個人的なことで大変恐縮なのですが、結婚をいたしました。どうか温かく見守っていただけますと嬉しいです。また3月いっぱいで目覚ましテレビと目覚まし土曜日のお天気キャスターを卒業します。4月以降は引き続き目覚ましファミリーとして別のコーナーで頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、萌えちゃん本当に本当におめでとうございます。そして3年間暑い日も寒い日もありがとうございました。はい、番組を本当に盛り上げてくれて、またこれからもよろしく。4月からもね、大活躍願ってますよ。はい、ありがとうございます。それでは良い週末を。